メロディーライン、堀切両橋佐岬メロディーラインは、国道197号のうち、愛媛県八幡浜市から、西和郡伊方町までの区間の愛称である。佐田岬崎半島の尾根に沿って、半島の付け根から先端まで伸びており、頂上線と呼ばれる。日本一細長いと評される、佐田岬崎半島の中央線上の尾根伝えを貫く、左右眼下に、瀬戸内海、 上階を見渡せる位置にあり、八幡浜市の国道378号交点から、伊方町にある山気港までの国道197号の約4 0トルある一部区間を指す道路の愛称である。メロディーの由来は、風と潮騒野鳥のさえずり等の自然の音が聞こえる沙田、三崎半島のイメージから想起されたもので、後に、 一部区間のメロディ道路工法の舗装路面よりタイヤの走行のオイズオンによって車が曲を奏でるようにも道路が作られている。以前の国道は海岸線に沿った福音が狭く線形が悪く台風等の降雨時にはたびたび地滑りで通行止めになっていた。また四国ではかつてこの区間の道路状況のひどさから国道197号の語呂合わせで行くな道、 国道行くな船と呼んでいた。ルートの中間付近にはトンネルが連続するところがある。東道路の開通は国道94フェリーの増便へとつながり、八幡浜薄木を運行する宇和島運輸94オレンジフェリーにも少なからず影響を与えた。開通を記念して、里見崎メロディーライン駅伝競争大会が昭和63年から開催されている。 両線部にある見晴らしの良い階層路で、沿道には道の駅が2カ所あり、人気のドライブコースとなっている。10キロメートルの地点に、道の駅伊方タキララ館、そこから7キロメートル地点に、道の駅瀬戸町農業公園、さらに進むと、大久展望台の3つの休憩所がある。八幡浜港や三気港からフェリーが出ており、九州へ渡ることが可能。 三気港から国道94フェリーが運行しており、重要なアクセス路線となっている。国道197号では、スリップや速度超過による事故が多いため、愛媛県では、交通事故抑制効果と、新たな観光資源となることを期待し、アスファルト舗装の表面に溝を掘って、タイヤ設置面のロードノイズで音を奏でる。メロディ道路の広報を、四国発の道路として導入した。 路線中間地点付近にあたる、道の駅瀬戸町農業公園前の国道を、八幡浜方面へ走ると、約430メートルの区間で、みかんの花咲く、丘のメロディーが鳴る。四国の西に細長く突き出した、里岬半島の尾根筋に伸び、緩やかなカーブが続く高台にある道路。南側の上海の展望が良い東道路から、上海を航行する上島運輸、94。 オレンジフェリーを見ることができる。権ン,ン山付近の瀬戸風の丘と呼ばれる山の上には11機の風力発電の風車群も見られる。権ン,ン山の山頂や風車群にアクセスできる道路がメロディーライン繋がっており、このアクセス道路が半島の両線近くを走っているため絶景道として知られている。半島の先端に向かうと、岬で海岸線に到達し、 三気候フェリーターミナルで、国道94フェリーで、国道は海を渡る。メロディーラインではないが、三崎から、先の佐田三崎までは、狭い旧来の道路、愛媛県道256号、佐田三崎三崎線で、この道路の先の駐車場からさらに20分ほど歩く、位置に、四国最西端の佐田三崎がある。ありがとうございます。